これで言うと俺の横の日村君もなんかもうやばかったな。日村いるだけでおもろいやろ。なんもしてないのが一番面白いもんな。おもろい。座り位置もだから重要ですよね。そうそうそう。この人の横にはいたくないみたいなのはありますよね。その駆け引きもねちょっとね皆さんね気にしてみていただいたらね楽しいと思いますんでね。はい、今ジミー大西さんの名前も出ましたけれども、あの松本さんが今回はオフェンスの強い人を集めたということでしたけれども、この人強敵だったな、この人はちょっとあの笑わせられそうで辛かったなっていう方っていうのはどなたなんですか。いやもうジミーさんですよ。ジミーさんですね。そうですね。もう本当にやばいですよね。なんか意味が分かんないですよね。最初から笑ってんですもん、だってジミーさんなんかヘラヘラしてんすもん。オフェンス強いねんけどディフェンスがそうですね弱すぎるよね。なかなかでしたね。みんな強いですね、オフェンスは、うん、小島さんだけですよね、弱かったやめろ、やめろ攻めてたやん、大丈夫やん。なんかおもろかったやん。なんかおもろかった、必要やって。そうですか、小島必要やと思いますよ。必要、ね、だから全員が全員オフェンス強いっていうわけでもないというね、はい、そうですね、はい、すいません。とんでもないで今回ルール変わってね、そうもう皆さん知ってるのかな、多分ご存知、攻めて笑いになったら1ポイント、ポイント制になるっていうのが、ね、うん、大きく違いますね、ここが。これ全然違いますよね。全然違います。はい、これでね。はい、それはあの1に出てた方にとってもそのルールの変更というのはまた何かやる気というか。あ、それもちろんそうですね。そうですね、はい、やる気というのか。やらなきゃいけないっていう気持ちがね出てきましたね。聞いてくるんですよね、後半に。そうそうそう、後半に聞いてくるんですよ、ポイントが。で、自分は分かってないですよ、何ポイントあるかっていうのがね。そこも面白いですね、だからね。はい、誰がいたっけ、小峠もね攻めてる、もうどうやったかな、攻め自分で攻めてるつもりはないんですけど、はい、結果的に攻めてる感じになってることが、そうですね、それがもうめちゃめちゃ面白い。そうですね、ずるいねんだから。で、僕あの巻き込まれ、なんか巻き込められたみたいな、そうですね、巻き込まれ事故みたいなのが多かったですね、なんか。あ、なんかあったよね、なんか。あ、いや、いっぱい、なんか結構、なんかあったよ。言うたら、言うたらあかんけど、そうですね、こうずるいね。そうですね、いや降りてくんねん、そういう感じの小峠って。あ、ね、まあまあまあ、いろいろありましたけどね、はい、そうそうそう、言われへんし、まあ、ちょっと言えない言えてるわけ、まあ、まあまあありましたね、そういうことも。攻めた、その前、自分から攻めたやつあったっけ。いやいや、僕結構用意していきましたよ。結構しました、ね、攻めてました、俺見てましたから、はい、攻めてました、攻めたけど、攻めた時は違うところにこう目線がいってたりとかそうそうなんです、そうなんですよ、はい、出てった時誰も見てなくてやばかったね一回、はい、いやそれがねまたねずるいずるいねんなね、それが面白いのにね、はい、面白い、はい、あとはいつも面白いなかったよ、斉藤もこうガーッとやる気で、はい、ね、吉村もうわーっていう感じだったから、うん、そこがもううわーっと前半飛ばした感じありましたよね。もうそうですね、うん、もうね、斉藤ともう吉村力入りすぎて、すごかった。俺何回か邪魔やなって思った時あったよ。いや、その目は感じましたよ。でも知らねえよこれ勝負なんだからと、うん、そう、分かる分かる、そこがガチャガチャなったよね、はい、ガチャガチャなってまあいろんなことがあったわけですよね、ありましたね、そう、うん、総裁ガチャガチャしたな、斉藤と吉村総裁で、はい、パーンなってる、全部被ってましたからね、そうそうそう絶対被ってた全部被ってましたから、うん、これそれはまた面白いんですよ ね、 そうそうそうね、難しいんですよね、はい、うん、はい、何か始まるなと、そんな感じしましたね。もうええって始まってたんだ吉村さん、始まる、始まって結構時間経ってるよ、面白かった、もう面白かった、何か始まるなって面白かった。この参加する前というのは吉村さんどんな準備をされてたんですか。もうもちろんあれを見ました、第1話を。でもう怖くなっちゃったんですよ、はい、ここに行くんだと思ったら怖くなって、いろんなことを準備して、ああいうの用意して、こういうの用意して、こういうのどうだろうっていうのを直前まで準備して全部捨てて挑みました。もうこんなんじゃ勝てねえっていう、でも全力でやるしかないと、魂だと、ええ、ありがとうございますいやいやありがとうございます。ただ吉村はなんでそうなったか言えませんけど、終わった後めちゃめちゃ落ち込んでたらしいです、はい、なんかあったんでしょうね、あったんですよ、めちゃくちゃ落ち込んで、第1回目出てたトロサーモンの久保田に電話して、久保田ちょっと飲みに行ってくれへんかっていう、はい、そうマジなトーンで誘ったっていうのは、帰りのタクシーの高速のドアを開けて飛び込んでやることなんでそうなったかっていうのね、なんでなったんだろう、でもこうなることもなかなかないじゃないですか、うん、ないな、今仕事してて悔しかったりとか、もう20代のような青春ですよね、うん、熱くなっちゃいました、うん、ちょっと、はい、わかりました。あの今回はあの
シーズン1、シーズン2とこう芸人さんのみになっていますけれども、はい、松本さんからの記者会見の時にこれからは、ま、あのタレントさんとか俳優さんとかミュージシャンとかそういうメンツもこう入れてマジっすか、マジかじゃないかということで皆さんこうこの人がドキュメンタルに参加したらこう盛り上がるんじゃないかと、おー範囲が広がったらね。僕らいいですか、僕も IKKO さん来はったら多分ダバー無敵だ、あ、IKKO さんね、IKKO さんやばない、あ、やばいっすね、もう笑ってまうやろ、想像したらフラトムだけで笑ってまういろいろ武器あるから普通で IKKO さんやばいと思う、来てほしいないですね、その時も多分楽屋に差し入れ置いてたな、あのね、美容のね、美容のねバスサンドとかクリームとか、その時も愛を込めて、もしね出演って決まった時のね一言ね楽屋に置いたんやろなっていうね、IKKO さんやばいな、 IKKO さんやばいっすね、でもすごく合ってますね、 IKKO さん合ってますよ、ドキュメンタリー本当に、はい、でもディフェンス弱いんじゃないですか、イッコーさんの場合なんか、あ、よ、うん、ゲラやもんね、イッコーさんね、オフェンスはめっちゃ強いですけどね、オフェンスはめっちゃ強い、オフェンスはもうたまらんね、喋っていてるだけでも面白い、誰いてる、具志堅さん、うわ具志堅さんもな、面白いな、年代もありますしね、はい、浜屋根とか、うん、俺はやっぱりそうやな、カウカウよし、うん、トータルテンボス大村、うん、ね、うん、東京ゼロさん豊本、この辺から来られると俺危ないかなっていう、なんなんそのメンバーあと、あと大吾、え、リンの人じゃないですか、リンリンリンの人、リンの人でしょ、リンの人でしょ、結構いましたね、ここ来られるとやばない、芸人ですけどね、それが揃ったらやばいですよ、チームになっちゃうと、ちょっとチーム、そのチームリン、そうです、やチームリンは嫌ですよ、やめとき、笑っちゃいますね、ね、